はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が感じてしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆さんの血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、白血病でもね、 PCR 検査をします。驚きでしょう。いきなり何言い出すねんかと思ったでしょう。実はね、するんですよ。あのね、通院の時でね、その PCR 検査をした日ってね、あのね、受診料がね、すごい高いんですよね。あのね、これまでは、まあ、月に1回のペースでね、通院やったので、あの、まあ、2回に1回のペースでその時に PCR 検査をしてたんですよ。あの、今ね、この世間でよく聞く PCR 検査というのはですね、まあ、検査したいウイルスの遺伝子を、あの、専用の薬液を用いてですね、増幅させて検出させるという検査方法で、まあ、主にその体内のウイルスが検査時点で存在するかしないかっていうのを調べるときに用います、とね、説明されています。その説明の通りでね、まあ、ウイルスの遺伝子がいてるかどうかっていうのを調べることができます。で、まあ、遺伝子レベルで起こるその白血病というのはですね、白血球や赤血球、血小板を作るために重要なですね、造血幹細胞が悪性腫瘍としてですね、まあ、性格を要してしまうことになる病気なんですよ。この白血病でね、悪性化をね、起こしてしまった細胞というのはですね、正常に成熟することができなくなってしまっています。で、細胞というのはですね、あの、髪の毛やね、こう爪などね、死滅細胞と呼ばれるその、まあ、細胞以外はですね、神経も血管も通っていてね、中にはね、そのね、遺伝子がね、存在しています。で、そんな遺伝子を持っている細胞はですね、細胞分裂を繰り返し行うことができます。あ、誤解を招かないようにね、ちょっと、あの、最近説明しておきますけどもね、あの、髪の毛とかね、爪がね、伸びるメカニズムとしてね、髪の毛には毛母細胞、爪にはね、僧母細胞というね、あの、神経と血液が通っている細胞にて細胞分裂が行われて、それぞれ生み出されています。爪が伸びます、髪の毛が伸びます。で、毛母細胞とね、まあ、僧母細胞っていうのはですね、刺激を受けるとですね、感覚があって、傷をつけると出血をします。ほんで、そこから生み出された先にある、髪の毛やね、この爪っていうのはですね、その後死滅細胞というものになって、神経も血管もね、通っていません。なので、刺激を受けても傷をつけても感覚もなければ出血もしません。まあ、話を戻しますね。ほんで、血液細胞を作る骨髄がですね、ここがね、その白血病細胞でね、締められるようになった結果ですね、まあ、健康な状態ではね、問題にならないような、ちっちゃな弱い病原体に対してもね、感染しやすくなったりとか、もう動悸とか息切れとかね、この眼色不良とかね、そんな貧血の症状をね、呈するようになったりします。で、またね、その出血傾向をね、示すようにもなるんです。まあ、そうなる原因としましては、血液中をね、分解するこの血液細胞にはですね、大きくね、白血球、赤血球、血小板のこの3つの種類があります。で、それぞれね、その病原体から体を守る、酸素を組織に運んでくれる、出血の時に血を止めてくれる、といった、ね、役割をね、担っています。で、これらの血液細胞はですね、骨の中に存在する骨髄というところでね、作られています。血液細胞が作られる際に特に重要なものが造血幹細胞です。で、造血幹細胞は未熟な段階ではですね、赤血球、白血球、血小板といったね、まあ、各種細胞の特有の、ね、役割を、ね、持てはいないんですよ、この時点ではね。まあ、その代わりといったら何なんですけども、その造血幹細胞というのはどの細胞にも分化が可能なんですよ。どの細胞にも変身することができるわけですよ。で、その造血幹細胞っていうのは、血液細胞が枯渇しないように、この自分自身もね、この複製することができるんですよ。造血幹細胞から造血幹細胞に変わる、またはこの造血幹細胞が造血幹細胞に変わるっていうようにね、自分自身をね、この分身させることができるんです。ほんでね、その分身していったそのこっち、例えばこっちのね、造血がん細胞ががん遺伝子を持っているのであれば、まあ、こいつががん細胞となってそのまま増殖してしいってしまうんですわ。このようにですね、白血病っていうのはですね、造血がん細胞が悪性腫瘍へと変貌していくことによって発症します。白血病を発症するとですね、成熟した血液細胞を生成することができなくなります。その成熟っていうのは、白血球、赤血球、血小板のことですね。まあ、その他、リンパ球とかもありますけども、そういうふうになれなくなる
のが白血病なんですよ。なのでね、まあ、正常な、ね、白血球とかが、ね、作られなくなることからですね、健康時には問題とならないような病原体に対しても感染がしやすくなります。でそのためにですね、発熱が長引くなどね、症状をきっかけとしてですね、白血病というのがね、診断されやすくなることもあります。まあ、繰り返しになりますけど、その白血病というのはですね、貧血も進行するようになってですね、めまいや動悸、息切れ、運動時の疲労感であったり、その眼色不良などの、ね、症状に現れます。でまたね、血小板が減少する結果、出血しやすくなります。まあ、具体的にはですね、その死肉から、ね、出血、まあ、鼻血、あざとかね、まあ、いろんなところにも僕もあざもできました。まあ、そんな症状が、ね、現れます。ほんで検診とか診断というところではですね、その白血病ではね、血液検査や、ね、骨髄検査がね、重要です。血液検査ではですね、貧血の進行とかね、血小板の減少で白血球の異常、まあ、増減というのがあるんですけども、それなどが見られます。白血病の原因はその骨髄にありますけどもね、その白血病細胞が末梢血中にね、溢れ出てくることがあってですね、まあ、顕微鏡でそれは確認することができます。末梢血というのは普通にこの辺を流れている血管のことを、まあ、末梢血と言います。血管ね。ほんで骨髄検査では、その異常細胞を、ね、含む検体を、ね、採取することになります。ほんでその骨髄検査っていうのはね、診断の時のみならずですね、まあ、治療効果を、ね、判定する際にも、ね、行われます。まあ、例えば抗がん剤をしててね、白血病細胞が減ってるかなとかね、いう時にね、骨髄検査を、ね、することがあります。そしてそれを検体を顕微鏡で見た時にですね、検出できない、発見できないよっていうぐらいの大きさであって、だとしても、体の中にはね、白血病細胞が潜んでることがあります。まあ、肉眼レベルよりもね、その高い感度でね、白血病細胞の有無を評価するためにですね、 PCR 法と呼ばれる検査が行われます。そうですよ、最近よく聞くようになった PCR 検査でございますよ。白血病でもね、新型ウイルスでもね、 DNA を採取してですね、そのサンプルの特定領域を数百万数十億倍にこう増幅させる反応、またはですね、技術のことを言います、 PCR 法っていうのは。ほんで英語表記の頭文字を取って PCR 法と呼ばれて、まあ、あるいはね、単純に PCR と呼ばれて、ポリメラーゼチェーンリアクションとね、いう英語を読みされる場合もあります。まあその PCR のやり方としてはですね、DNA ポリメラーゼと呼ばれる、ね、酵素があるんですけど、その働きを利用して、まあ、一連の温度変化のサイクルを経てね、まあ、少量の DNA サンプルからその詳細を研究するのに、まあ、十分な、ね、量になるまでこう 増幅をね、することが目的で、まあ、そうすることによって、もちろん医療とかね、その分子生物学とかね、法医学とかあるでしょ。そういった分野の中で広くね、使用されているね、技術なんです。まあ、要はですね、その採取した DNA をね、まあ、特殊な機械に入れて、温めながら増やして検査をするっていう方法です。で、これをですね、もう場合によっては白血病であっても、検査方法として使うことがあるんです。僕が過去にですね、WT1 がどうのこうのって言ったことをね、まあ、ずっと見てくれてる人らだったらね、耳に覚えがあると思うんですけども、その WT1 というのはね、遺伝子の一つなんですけどもね、がん遺伝子として表されてるんです。そのがん遺伝子である WT1 が骨髄の中ではなくてですね、血管の中、その末梢血の血管ね、血管の中を流れている血液の中に残存していないかどうかを調べるときに PCR 法を使います。これでね、一定数以上検出されなければ、残存はなしと判断されますので、まあ、僕の場合は今のところクリアしていますけどね。去年もね、一昨年もそうだったんですけどもね、1月にね、この1月にですね、 WT1 の検査をしたらね、増えてたんですよ。で、これはね、その糖尿病のようにですね、脂質や糖質をコントロールしてね、制御できるもんではありません。今の僕の体でね、唯一制御できるとしたらね、過去にあったね、骨髄移植なんです。しかし今はですね、その免疫抑制剤を飲んでいて、骨髄移植の副作用をね、抑えているので、骨髄移植の効果をね、減らしています。その免疫抑制剤を減らすことによってね、骨髄移植によって起こる、僕の体に起こる副作用にね、耐えることができれば、まあ、本来の効果をこう発揮してくれてね、白血病細胞をこう消してくれるんですけども、それではね、実は身が持ちません。しかしね、それでもまあ少しずつ体が慣れてくれているので、まあ、徐々にその免疫抑制剤がね、減りつつあります。でもね、まあ、減るたんびにですよ、副作用がまあその都度形を変えてね、出てくるのでね、毎回こう辛いですし、まあ、来ることが分かっているというで、その未来にね、怯えています。感知するまではね、どんな病気でもね、怖いですけども、まあ、僕らね、白血病患者からしたらね、 WT1 という白血病細胞が減っていることが分かると嬉しい PCR 検査のお話でございました。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。
バイバイ。僕は元気です。